私も皆さんと同じくらい大学生の年齢なんですけど、皆さんのクランプ今回ジャッジやらせていただいてすごい勉強になることたくさんあったので、私ももっと頑張ろうと思いました。ありがとうございました。 OK、 じゃあ、ポートレイ。はい、ポートレイ、お疲れ様です。はい、自分も、4年生、今4年生で本当は COB 出れる年で、で出ようと思ってたんですけど、お話ありがたいことをいただけて、今日恐縮ながらジャッジさせていただいたんですけど、まあそうですね、大学生ってすごいダンス始めるきっかけになる人結構多いと思うんで、やっぱこういう場っていうのはすごい大学生とか若手、大学生の若手の人たちにすごいモチベーションだったりなる結構大事な大会だと思うので、まあ、そういう大会に同じ大学生としてジャッジに携われたっていうのはすごい、その今のここにいる人たちのモチベーションにも多分つながるのかなっていうふうにも思いながらジャッジさせていただいて、本当に僕自身貴重な体験させていただきました。本当にありがとうございました。普通ラストEX キッズ2バット EX キッズ TWINX レッドラインから、お疲れ様でした。イエーイ、イエーイ。皆さん僕のこと知ってる人うわめっちゃ気遣ってくれてるありがとうございます。実はもうジャッジをやるのもこうジャッジムーブとかね、こう踊るのもめちゃくちゃ久々でできるかなって不安はあったんですけど、まあ、本当に今日ジャッジさせてもらえて、シンプルに僕の感想としてはもうめちゃくちゃ楽しいし、今日出ていただいてた方だったりとか本当にありがとうございましたって伝えたいです。ありがとうございました。でやっぱりこうなんかいろいろとみんな何をってめちゃくちゃ考えてたんですよ。めちゃくちゃ考えてて、僕がこうスキル面とか言ってもなんか寒い感じになっちゃうかなと思ったんでシンプルになんかこう自分の経験談として言うことがあります。なんかこう大学生って1年生からダンス始めたりとか、社会人になって辞めちゃうとか、いろんなシーンがあるし、あとは大人だからお金も独立してアルバイトもしなきゃいけないし、サークル活動もやんなきゃいけないし、学校もやんなきゃいけないし、就活もやんなきゃいけないしっていう時に、なんか大学生をこう過ごすときにクランプっていうものをみんなやってるじゃん。なんかバトルに勝つっていうこともそうなんだけど、挑戦って行動とアドレナリンだと思うんですよね。アドレナリンを出してうわー COB めっちゃ勝ちてえなーと思って1ヶ月多分フルコミットすると思うんですよ。 COB 優勝するって。だからその時に1回戦で負けたら1ヶ月フルコミットで練習したら多分めちゃくちゃ悔しいじゃないですか。ジャッジなんで何見てんだよとかめっちゃ悔しいわって感情になるから、それがみんなの失敗談になると思うんですよね。エネルギーになると思うんですよね。あ次ジャッジ見返したろうとか、あ次俺絶対優勝したろうっていうこのエネルギーになるから、そのエネルギーをつかむために絶対挑戦した方がいい。で逆にベスト8ベスト4優勝準優勝、僕こんな結果になると思わなかったって思う人がいたとします。今日そしたらそれが自分の成功体験になるから自信につながると思うんですよね。だからこれを成功体験をめちゃくちゃ増やすっていうことが超重要かなっていうのはクランパーのみんなに伝えたいです。本当に僕が社会人になって辛いなーとかうわーって思う時にやっぱり思い返すことだったり、やっぱツイキサムの動画だったりとか、ツイキサムの今までやってきたことを自分がやってきたことはすごく成功体験も少しあって、なんかその成功体験があるからこそ自分が社会に出た時にうわめっちゃ楽勝だなこんなのみたいな、昔は朝7時8時まで朝練、だから深夜練して学校行ってバイト行っての繰り返しだったけど、でもこんだけ仕事に集中できるんだとかいろいろ思ったりとかするとすごい今の経験でめちゃくちゃ苦しい時があるかもしれないけど、それを一生懸命やったら別に何だろうな、そのいいところに就職するとかそんなことどうでもよくて、自分のやりたいことが自分で成功にできるかなと思います。自分で意思決定したことをあやっててよかったなっていう正解になるのかなっていうのは感じたので、ぜひなんかこのクランプっていうものを通してアドレナリンを出して行動して挑戦をするっていうことの大事さ
とプラスそれを負けた時、嫌な時があった時、嬉しい時があった時、失敗談をエネルギーに変えてほしいし、成功を自信に変えてほしいなって思います。で本当にシンプルにこの大学シーンのクランプっていうのはめちゃくちゃ面白いなと思いました。めちゃくちゃ面白いなってシンプルに思いました。僕個人的に今言います、なんか COB 来年もしやるとしたらこの2倍にしたいなって思いました。それ別に僕が言う動くとかそういうことじゃなくて言います、この COB2 倍にしたいなって思いました。でその時に今出たメンバーこうやってクランプでつながれて出会えて本当にすごいなと思うし、いろんな人にどうやって練習してるんだろう、何をエネルギーで練習してるんだってめちゃくちゃ聞きたいなって気持ちがあるので、なんかもう Twitter とかで DM ください。あの全然ランチとか連れてきますっていうぐらい本当にみんなから聞きたいですし、なんかそういう出会いがあることが僕も刺激的だし、本当にクランプをやってて自分も良かった、一回離れた期間があったんだけど、年末 KOB に挑戦したことによってこういうことになったし、自分が KOB を好きだし結局好きだし、こういう風にやらせていただいたら本当に嬉しいし感謝でしかないし、それが正解になったなって思ったので、ぜひみんな挑戦と行動とアドレナリンを出したアウトプットを毎日してください。以上です。ありがとうございました。はい、お三方本当にジャッジ一日ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。本当にクイーンティックスでございます。ありがとうございます。そして結城さんの最後の言葉。